こんにちは、皆さん。フィリピンからのクリスのチャンネルへようこそ。ご覧いただきありがとうございます。For today's reaction video, I am watching a French who used the Japanese Shinkansen for the first time were surprised by the difference from the high-speed railway in their own country. The video is from this channel. それでは始めましょう。日本の鉄道の中で日本経済の大動脈輸送を担う東海道新幹線。この新幹線は東京から名古屋、大阪までを結び、1日に365本、お盆には400本以上の列車が休むことなく乗客を運んでいます。日本という土地は国土の3分の2を森林や丘陵地が占めていて、地形を歪めるほどの大地震も頻繁に発生するため、本来は鉄道の敷設に向いた地形ではありません。ですが、持ち前の高い技術力と正確さを駆使して、世界の常識を根本から変えてしまうほどのスピーディーで安全な鉄道交通網を確立してきました。また、日本の鉄道は遅延がほとんど発生しないことで有名なのはご存知でしょうか。これは新幹線の例外ではありません。東海道新幹線の1本ずつの遅延時間を出し、年間の列車本数で割ると、その年の平均遅延時間が出されます。JR 東海が発行したマニュアルレポートによると、2013年度は36秒、2016年度は24秒、そして2020年度にはわずか20秒の平均遅延時間だと記されています。これらの数字は、豪雨や積雪などで大幅に遅延した日も含む1年間を通した遅延時間ですから、平常時ではわずかな遅延すら起きていないのです。In Philippines time, 日本の新幹線が高い定時制を誇れる素晴らしい数字だということがわかりますね。Minutes to hours. さて今回はそんな東海道新幹線にまつわるエピソードを紹介していきます。あるフランス人女性が日本旅行中に新幹線を利用した体験談です。彼女は自国の誇れる高速鉄道が世界で一番素晴らしいと考えていました。ですが、日本の新幹線を体験すると、とある事実に驚愕し、日本の新幹線に心酔するようになります。彼女に一体何が起こったのでしょうか。ぜひ皆さんの感想やご意見をコメントで教えてくださいね。では行きましょう。世界に誇れる日本の新幹線。はい、私の名前はルイーズよ。フランス出身で旅行とショッピングが大好きなの。母国でも素晴らしい洋服やアクセサリーがあるけれど、旅行した先の国で伝統的な服を着たり、その国で流行中のデザインを買うのがとっても楽しいわ。同じ趣味の友達がいるから、その子といろんな国を旅してきたわ。そんな中で数年前に日本に旅行した時の話をするわね。日本は伝統あふれる素晴らしい国だから行きたい場所がたくさんあるねって友達と話をしてて、周りのみんなも日本はどこを観光しても最高だって聞いていたから、思い切って2週間滞在することにしたの。いつもは数日しか滞在しないことが多いから、そんな長い日数もいられるなんてワクワクが止まらなかったわ。どこに行こうか何を見ようかって計画をあれこれ立てていたんだけれど、どれもこれも素敵な場所だから、いっそ心の赴くままに旅行してみようという結論に至ったの。自由に動けるのが旅の醍醐味だものね。そんなこんなで日本旅行の当日、最初の3日間は東京を観光したわ。ファッションの街、新宿と原宿、渋谷に行ってきたの。同じ東京なのに街行く人たちの個性がまるで違っていて、とっても楽しかった。改めてファッションって自由なんだと実感できたいい体験だったわ。3日目の夜に明日はどこに行こうかって話を友達としていたの。そうしたら、京都に行ってみたい、大阪で食べ歩きもしてみたいな、せっかくだし新幹線に乗っていかないって友達が言い出したのよ。私たちはフランス国内でも旅行をしていたから高速鉄道には慣れていたわ。だからこそよくフランスの高速鉄道と比較される日本の新幹線にも興味があったのよね。じゃあ新幹線を使ってみようってなって、新幹線を利用して
関西方面に向かうことにしたの。日本の新幹線と比較されるフランスの高速鉄道 TGV。 1981年に誕生してから TGV はフランスの技術の象徴としてよくネットニュースに取り上げられるの。Yes. 私は TGV が世界一の高速鉄道だと確信していたのよ。フランスはヨーロッパ全体で見ても旅客輸送第2位で、他の国よりも進んでいる国。そのフランスの技術をこれでもかと詰め込んだのが TGV。 線路の上を時速300キロ近いスピードで走っているのに、振動が大きいとか音がうるさいとかそういうのはあんまり感じないんだもの。最近では最高時速320キロで走る TGV が整備されたから、パリを中心とみてフランス全土を2時間以内で行けるようになったわ。さすがフランスの技術の象徴 TGV ね。だからこそ日本の新幹線であっても TGV にはかなわないと思っていたの。そしてついに新幹線を乗る4日目、私と友達は関西に行くために東京駅の東海道新幹線乗り場に向かったわ。普通車指定席の切符を購入して、出発時間までお弁当屋さんで駅弁を買ったり、トイレに行ったりして過ごしたの。到着時間まであと3分といったところでホームに向かうことにしたのだけれど、ここで私と友達が思わぬ出来事に驚愕したの。その出来事とは、新幹線が到着時間ちょうどに駅に来たの。そんなことってある？本当にぴったりだったのよ。 TGV でさえ10分遅れは当然なんだもの。それ以上遅れることもよくあるわ。時間ちょうどに到着する新幹線なんて初めてだったの。遅れるのが前提だからこそ、 TGV は遅刻の理由にならないのが残念な点だわ。いつもと同じ感覚でいたから、まだ時間あるしゆっくり過ごして大丈夫よねと思っていたけれど、むしろゆっくりしすぎなくてよかったって安心しちゃったわ。もしフランスと同じ感覚でいたら乗り過ごしちゃったかもしれなかったものね。あとね、時間だけじゃなくて止まる位置まで想定位置とぴったりだったのよ。 TGV は停車位置まで調整できないみたいで、運よく想定位置に止まればラッキーくらいなの。下手したら大荷物を抱えて端から端まで大移動することもよくあること。いつもどこに止まるかわからないから、 TGV で旅行するときはなるべく大荷物にならないように気をつけるほどだもの。時間のことも停車位置のことも日本から見たら、そんなの許されないって大問題になっちゃうかもね。でももしかしたら今回だけなんじゃないの？友達がボソッとつぶやいた。確かに私たちはまだ1回しか新幹線に乗っていないから、今回だけたまたま運よく時間通りに来ただけなんじゃないかしらという考えになったわ。だから今度はそこから博多まで新幹線で行くことにしたの。今度は10分前からホームで待ってみようって友達とドキドキしながら待ってたわ。そして10分後、おーモンデュー、今回も時間通りに新幹線がホームに到着したの。素晴らしいわ。たまたまじゃなかったなんて。博多を観光して東京に戻る時も新幹線だったのだけれど、これも全部時間通りに来たの。もう言葉が出ないほど感動しちゃったわ。日本の新幹線は素晴らしいわね。素晴らしい。揺れもほとんどなくて音も静か。車内はどこを見ても清潔を保たれているし、トイレもとっても綺麗だったわ。日本のトイレは綺麗だといろんな人から聞いていたけれど、あそこまで綺麗だなんて想像以上ね。席が向かい合わせにできる仕様になっているのもとてもいいと思うわ。だって4人で旅行に来ていたらみんなと楽しくお話ができるってことだものね。TGV にはこういうシステムはないの。座席も日本のものに比べてすごい狭いから、向き合って座るときは膝をぶつけないように常に気を使っていなきゃいけないのよね。ちょっと大変なの。強いて言うなら、日本の新幹線はもう少し荷物置き場が多ければよかったのにな、と思ったわ。海外観光客はどうしても荷物が多くなりがちだから、
トランクを置くスペースが広くあるともっと喜ばれるんじゃないかしら。その点で言うと TGV は長距離移動するお客さんに対してもアピールをしているから荷物の置き場が広いのよね、うん、まあでも時間に正確なことが一番快適さを感じられると今回で知ったから、 TGV にどれだけ荷物置き場があろうともちょっと魅力に欠けるかもね。こんな正確な運行が可能だなんて何か裏があるんだわ。そう思って東海道新幹線について詳しく調べてみることにしたの。それで分かったことは、東海道新幹線には東京駅から何キロ離れているのかを表しているキロポストという標識が線路の脇に設置されていること、それと駅に設置されている電光掲示板の時刻表は何時何分っていう1分単位で表示されているわよね。でも運転手さんが使うダイヤは1分単位よりも細かい15秒単位で表示されているんだって。このキロポストと15秒単位のダイヤを運転手さんは常に確認していて、遅延がどれだけ発生しているかを計算し、次に止まる駅で時間の調整を行っているんだそうよ。さらに東海道新幹線の最新型車両 N700S には低速走行装置というものが搭載されているらしいわ。この装置はダイヤが乱れた時に自動で遅延を計測してスピードが調整される仕組みになっているそうよ。自動で計測されるシステムなんて初めて聞いたわ。少しの遅れもなく正確な時間で仕事を遂行するなんてさすが日本ね。技術ももちろん素晴らしいけれど、そういうシステムにしようって考えが浮かんだ日本人が素晴らしいと思うわ。鉄道を敷設するのに向いていない土地の日本だからこそ、こんな素晴らしい案が出たのかもしれないわね。私の国の高速鉄道も日本の正確さを学んでより良いものになっていってほしいと願っているわ。そうしたら今後ももっと楽しくて快適な旅行ができるし、ショッピングも心置きなく楽しめるものね。ルイーズさんのエピソードはいかがでしたでしょうか。日本の伝統やファッションだけでなく技術にも心を惹かれた彼女は、以前よりもさらに日本のことが大好きになったことでしょうね。それでは次に海外の方からいただいたたくさんのコメントの中からその一部をご紹介していきます。フランスの TGV とユーロスターと日本の新幹線に乗ったことがあるよ。値段の安さでは TGV だったけれど、それ以外の時間の正確さ、快適さ、サービスにおいては日本の新幹線がダントツで良かったね。アメリカはヨーロッパや日本みたいな素晴らしい鉄道がないのよ。もうそろそろ作られてもいいんじゃないかしら。日本の列車は素晴らしい。乗客全員のマナーは世界一だと思う。残念だけれど僕の国のインドでは見られない光景だね。日本の列車はとっても清潔で、初めて乗った時に感動したわ。中国の列車とは全然違う。日本は自国の新幹線などの移動技術を誇りにしている国だものね。技術者も運転手も鉄道に関するスタッフは全員プロフェッショナルだ。他の国々も日本を見習った方がいいと思うな。韓国のはジョークみたいな鉄道だったよ。途上国かと思った。やっぱり日本の鉄道が一番だよ。海外の方からのコメントは以上です。いろんな国の高速鉄道を経験した人にとってもやはり日本の新幹線が一番良かったと言っている方が非常に多かったですね。日本の技術をすべて詰め込んで作られた新幹線はまさに日本が世界に誇れる技術の象徴と言ってもいいでしょう。日常的に見ている新幹線ですが、今度乗るときには技術者の心配りの素晴らしさにも目を向けながら乗ってみようと思います。皆さんはどう思いましたか？ぜひご意見や感想をコメント欄でお聞かせください。最後までご視聴いただきありがとうございました。 Thank you so much for the video. Well, what can I say? Japanese Shinkansen is the best. One of the best in the world. As an Asian, I'm so proud of Japan for having this
world-class technology. In Europe, they have this TGV and Eurostar. In Asia, we have Shinkansen, which every country adores and praises. Imagine that! No delays! It's traveling really fast. You can get to your destination very comfortably. I've also heard that it's really safe. There were no accidents reported. It's really safe. No wonder other countries would also like to have Shinkansen. Brilliant Japanese engineers. Well, anyway, I would like to thank the uploader of the video. Thank you so much. This was very interesting. And to all my viewers, 一緒に見てくれてありがとう。皆さん、気をつけて。またね!